はい、皆さんこんにちは、マダルグリフェッシュです。では今回は EU4 おだけプレイ続きをやっていきましょう。時代をまた少し、進めさせていただいてですね、その間に何程度なんとかプラスにまで持ってきたというのと、あとその間にですね、まあ、上杉を、征服しました。でアイヌに関しては属国化を完了しています。一方、朝鮮半島に関しては大部分を朝鮮に奪われたと。これはですね、反乱軍を抑えきれずに結果朝鮮半島の大半を失ってしまったというね、残念な結果になったんですが、ただ国家運営としては安定度が増してお金も増して、まあ、戦争という意味でもね、若干優位に進められるケースが増えてきて、反乱も減って、人的資源もようやく余裕が出てきたという状況になっています。でさらに天下統一を達成、事実上したことによって、新しい伝統野望を獲得することができましたので、ここから続きをやっていきたいと思います。新しい伝統&野望ということで、すでに我が国におけるアイデンティティと理想の急激な変化は一定の範囲を超えてしまっている。これだけ聞いてもなんか全然入ってこないですよね。アイデンティティの理想の急激な変化は一定の範囲を超えてしまっている。何なんだろうね。アイデンティティだったり理想だったりっていう、まあ、思想、理想、こういったものが一定の範囲を超えてしまっている。積極的に反対しない限り、結果として我が国の野心と伝統が変わるのを目にするだろう。ちょっとじゃあ中身確認しましょう。ぜひとも、新しい伝統&野望を獲得。もう一個は、まあ、ステイするってことですかね。私たちのルーツを放棄することはできない。まあ、今はもう信長の時代ではなくなっているものの、もし信長が生きていたら、当然、新しい伝統と野望を重んじますよね。ではこちらで行きましょう。今後のね、しばらくの目標、しばらくの間の目標は当然、朝鮮半島への再出兵になるんですけど、今朝鮮と仮に先端を開いた場合、明、琉球が敵に回るというね、状態になります。なので、まずね、琉球をなんとかこちらの味方にすることできないのかなっていうのをね、ちょっと今模索しているんですけども、ちょっとね、難しそうなんですよね。同盟を提案してみて、同盟国になったとしても、琉球の戦力なんて知れてると思うんで、まあ本当に、外交枠を一つ使ってでも、やるべきことなのかどうかと、いうことは一つちょっと考えておく必要があるかなと思ってます。で特に考慮しなきゃいけないのが民、この民の大軍を相手にするのは難しいので、民ではなくあくまでもその朝鮮をね相手にする、まあ、そういう戦いにしていきたいので、まあ要検討かなと思っています。ちなみに織田からすでに日本と、まあ、一つの国家になっている状態ですね。なので、まあ、正規軍ということになろうかと思うんですが、それにしたって民のね、圧倒的な軍事力の前に、どう戦っていけばいいのかってことになってしまうので、できればやっぱり民は相手にまだするべきではないところかなと思っています。お金は 4.82 ですね。収支、プラス 4.82。で、あとですね、技術で外交技術を一つアップデートしまして、これで戦闘ガレー戦とフリュート戦を二つ獲得してます。まだ、実際に作ってはいないんですけども、まあそういう状態になりましたというところですね。で軍事技術を次上げていきたいんですけども、このマッチロック式マスケット銃が解放される部分に進んでいきたいんですけど、これ解放するにはですね、ちょっと全然足りないですというのもあって、必要な、軍事技術が779必要になる。今158ですね、画面上部。なので、まあ、これを少しずつ貯めていこうかなというふうに思っています。で、それと並行してですね、アジア重兵はいろんなところでちょっと作っておいて、来たるべき、朝鮮とのサイドの戦いに備えていきたい、まあ、そういう感じですかね。民が
こちらとのね、おっと、ちょっと待ってね、またこれかよ。ほんとさ、これキリシタンめんどくさいんだよな。二つのうち一つの項目が発生。10% の確率で8。90% の確率で17。まあ、1万7000の軍が陸奥で、奮起してくると。そうだね。じゃあ、陸奥に軍勢送っておきましょう、あらかじめ。なんで、明との、外交関係を常にいいものに保っておいて、まあ、明がね、戦争に参加しないね、という確認が取れたら、まあ、朝鮮に再出兵をしていきたいと思っています。何？明から同盟関係を解消か。マジですかい。何が気に入らなかったんだ、明は。いや、明とは戦争できないよ。明なんてさ、もう強すぎるからね。どう考えても。現有戦力で、まあ、どうにかなる相手ではない。まだね。せめて、まあ、10万の軍勢を3個、4個と用意できる状態で、かつ国内を安定的に運営できる状態になって初めて、まあ、明との戦争という選択肢が出てくると思うので、今ちょっとまだその段階ではないんじゃないかな、というふうには思います。まあ、陸奥のね、反乱は、一瞬にして鎮圧する。で、大友がなんかちょっと邪魔くさいけどね。まあ、ただその大友さんも無視するわけにはいかないので、国内の安定化をさらに進めていきましょう。属国化の提案したいよな。属国化の提案をザクザク進めていきたいので、外交力をちょっと高めていきましょうか。さっき外交力使っちゃったからね。いやー、明はさ、どうしたのよ、急に。我々に対して。ものすごく、明は我々をよく思っていないため、同盟を結ぶことができません。現在はマイナス85。ちょっと贈り物を送ったりしてさ、仲良くしたいよね。資本家が特権を要求。資本家階級は高貴な一族の権力、特に政府の上位への機会の欠如に対し憤慨を強めている、彼らの権力への唯一の道は貧しいが高い地位にある貴族と結婚することであり、さもなければ政界での地位をこじ開けることはできない。まあ、どっちでもいいかな。これはね、外交力ただ失いたくない。統治力失いたくない。まあ、ここは一旦、権限を与えましょう。贈り物を贈る。贈り物を、貢いででも、明との関係の正常化を、自ら属国化を申し入れてるようなもんだな、この屈辱的な外交は。まあでもしょうがないね。今はそれほどに欲しているの。さあ、軍勢の数はだいぶ、補正がかかってきたかなという感じがしますね。あとは、まあ、量をね、生産していくと
いうことだと思うので、まあ、どうか、再び、ここに来て、軍国化、していきましょう。どうする？人を雇い入れていく？軍事力使いたくないなぁ。使いたくない。ちょっと我慢しましょう。ここは。で、民に対して、あるいは朝鮮に対しての、宣戦布告の、その準備をしていきたいけど。いやぁ、民と琉球が敵に回るか。民が本当にきついんだよなぁ。で、朝鮮から使者がやってきてる。内戦。まあ、朝鮮の方で、11万の敵か。まあ、確かにこれは、驚きを持って迎えられるよね。11万って言われたら、一気に。そしたら我々も、今となってはそれなりの数があるので、2万の軍を、朝鮮に送っておきましょうか。で、国内は残りの兵力で安定的に運用しましょう。朝鮮を屈服せしめるのは我々の悲願ですからね。ちょっとお金に心配が出てきてますけど、まあ、今はとにかく増強一択。安定度はどうなんだろう？プラス3にしておいた方がいいのかな？ちょっと悩ましいね。今プラス3にする力はありますけど。儒教思想の高まりという、本当にさ、EU 方に関して言うと、こういうイベントがとても多くて、まあ、全然飽きないですね。見ていて。全くもって。で、儒教思想の高まりという話をちょっと見ておきましょう。中国の哲学者である孔子の教え、まあ、儒教は孔子から始まってますからね。民衆の間で再び普及、その実力主義の影響は政府に向けられている。これは再び我々に自尊心の高い貴族が考えることのない賃金によって高度に熟練した身分の低い顧問を雇う機会を与えた。いや、ただやっぱり日本語を小難しくこう、こねくり回してるので、スッとは入ってこないですね。スッと。で、あなたが前に進んでさえいればどんなにゆっくりでも問題ないと。で、年間維新がプラス1。本当、純日本製のこういうゲームがね、生まれ出てきてくれると、まあ、より嬉しいというか、あるんですけどね。今、ちょっとそういうゲームって日本だと、どうなんでしょう？あるんですかね？なんかあんまり聞かないし、見たこともないしっていうところなんですけど。どうする？これさ、介入できないのかな？この内戦にさ。ぜひともこの内戦に開戦したいよな。介入したいよな。いやー、こんなにも心穏やかに統治を見守れるとかな。毛利に対しての外交政策。宣戦布告した場合は、開戦自由なし。なので、一気に持ってかれるよね。もうこれは絶対やだ。ん？
なんだってどっからか今超えてきたみたいな話になってるけど、一応今守り国境沿い固めてるので、反乱軍が仮に国境を越えてきたとしても撃退はできるはずですね。で、まず島津、属国化の提案した場合は、まあ、ちょっとまだ足りていないのが、肯定的な意見が足りていませんね、という話ね。属国化の提案。属国化の提案。ああ、長宗我部に対しては属国化可能だね。まあ、ただ、ちょっと外交関係がまだ足りないという話だね。じゃあ、とりあえず、アイヌを、打ち滅ぼしておきましょうか。安定度はプラスにしておく。マックス値に、高ければ高いほどいいというものだと思ってます。これに関しては。請求権を持ってるので、ここはサクッと、行きましょう。で、ちょっと待ってくださいね。艦隊は、一応、青森と函館と、その間に送っておきます。で、安東に対しては、今のところ、軍事通行権持ってるので、通してもらいます。で、敵軍がやってきた。まあ、もうこの中州は無理だね。救うこと、叶わないでしょ。朝鮮に対して、囲まれちゃってるんで。まあ、放棄せざるを得ないですね。まあ、その代わり、我々はアイヌを食う。停戦を、停戦を破棄してマイナス5はないわ、でも。ここまで必死に高めてきた。それをね、まるでこう無に返すような。そういうことはできないからな。宣戦布告したら今だと民が OK だ。完璧だ。今なら民が我々に味方してくれる。こんなに素晴らしい。いや、味方してくれるわけじゃない。敵にはならないというだけだ。ただ、それでもだいぶ大きな発展ですよね。今、民に対して何ができる？外交。民。同盟行動。まだ無理か。まだ無理か。ただ、金を送り続けてるので、これで、許してくれと。我々の蛮行を見逃してくれと。金でね。まあ、世の中金ですからね。女も、何もかも、すべてが金だ。では、朝鮮に対して宣戦布告していく。ついにその、ん？ちょっと待って。朝鮮に対して宣戦布告できないのか？派遣できる外交官がいない！くぅ！このタイミングでか。OK だ。今なら。朝鮮がただここで宣戦布告した後に参戦を要求してくる可能性があるよな。ただ今や朝鮮は風前の灯火。賭けだ。賭け。賭けなので、一回セーブだけさせてください。で、セーブして、で、もし、話にならなかったら、タイムリープしましょう。なので、朝鮮に対して宣戦布告。再び、朝鮮出兵。その時が来たな。経済。艦隊の維持費は、マックスまで上げます。もうここはね、ある種、スピード勝負だと思うので、いかに早く、敵を、取るか、というところですかね。で、もう一万がどっかにいたはずなんだけど。これを、上陸させちゃおう。
朝鮮の艦隊がどこに上陸してくるかというのはあるけどね。 OK だ、占領政策を進めていくぞ。まあ朝鮮にとってもね、反乱軍に収められているよりも日本軍に収められている方が全然嬉しいでしょう。再び朝鮮出兵、その時歴史が動いた。これで反乱軍は壊滅させたね。まあだいぶ戦力を失いましたが、再び、まあ、ただ幸いなことにね、ここまで来て、いくつかのね、軍を失ったというものはあるものの、人的リソースは今8000と、まあ割と以前に比べては余裕があるので、ここは朝鮮半島をね、無理にでも、すべて我が領土としていきましょう。で、再び朝鮮の方の反乱軍がここに1万超えのものがいるんだな。この1万超えの軍っていうものは、動向をしっかり確認しておかなきゃいけない危ない勢力ですね。再び朝鮮が我々のものになる。ちょっとヘルプを出しましょう。危ないところがあればヘルプを出す。艦隊を、軍を2つに割ってでもヘルプを出して確実に反乱軍を鎮圧していきます。同盟軍に参戦要請可能。参戦要請する。今は明に参戦される前にいかに早くこの戦いを終わらせるかというのが重要だからね。いやー、それにしたってきついな。いや、朝鮮軍のさ、反乱軍、言っても強いね。まあ、ただ、こちらも参戦要求はしたので、参戦してくれるのをちょっと待ちましょう。どこまで下がるのよ、一旦。仕方がないなぁ。精鋭さらに1万2000送り出しますか。反乱軍、朝鮮の反乱軍どもとの戦いに明け暮れざるを得ないからね、今だと。さらに追加で1万2000の軍を、まあ、国内がもうすっからかんになるというのはもちろんあるんですけど、今はそれ以上に朝鮮との戦端を開いている以上は、これとのね、戦いを発生させる前に終わらせる必要があるでしょうという話ですね。ちょっと待って、本当に反乱軍マジで強いな。何があるの、この反乱軍の強さ。やば強いなぁ。これが、いわゆる、技術力の差なんだろうか。反乱軍ごときにこれほど手こずるとはちょっと正直思ってなかったですね。
いや、反乱軍強い強い。これどんどこどんどこ、用意しておかないと、もうすでに、きつくなってきてるもんね。まあ、ただここは我々の同盟国が頑張ってもらうしかないけど。いやー、本当に強い。ちょっと待ってね。ミントの戦争は、これは無理ゲーだったということがよく分かったので、一旦タイムリープさせてください。ミンじゃない、朝鮮ね。朝鮮がここまで強いのは、何なんだろう。やっぱり、差があるのかな、技術力に。まあ、ただ、ここは、我々の領土をまず守って、国内を安定化して、軍事力の底上げをしましょう。テクニカルアップデートをかけていくのが多分一番の近道だと思うので、技術で、このマッチロック式マスケット銃、これが確保できるようにまず頑張るしかないかな。いや、もうやば強いからな、こいつら。本当に。朝鮮ってそんなにさ、進んでるとは思えないんだけどね。朝鮮というその国自体が。まあ、彼らに対抗できるとすれば、この改革アジアステップ騎兵。うん。まあ、ちょっと、維持費はかかりますけど、用意しておきますか？じゃあ、金がないな。金の運用はどうなっている？経済確認します。プラス 5.3。悪くはないね。で、ロシアでは国内紛争が発生。まあ、しょうがないね。ここは介入する余裕もパワーも今はない。で、もう属国化の提案はゴリゴリ入れていって、入るところはね、もう戦わずして我々の支配下に入ってもらうというのが多分一番いいかなとは思います。今だったら民がね、参戦しないで安定的にかつ容易に取れるんですけどね。となると、他に同盟国を増やしておいて、んでもね、この反乱軍の数が多いんだよね。本当に敵の反乱軍の数が、なのでちょっとここは本当に思案のしどころなのかなというふうには思います。かですよ。儒教思想の高まりもいいんですけど、一旦さらに軍を大増強して、もうワンチャンかける？もうワンチャンやらせてもらおうか。懲りないやつだなと皆さん思いになるでしょうが、そこはそこ。大軍勢を持って再び朝鮮を攻める。結局戦いは数だよ兄貴っていう話ですからね。数さえいればなんとかなる。あとは、まあ、言っても指揮官をやっぱりちゃんと雇うとかね。多分そういう話なんだろうなという気はしてます。
予備兵力も用意しておきたいからな。で、もう金に余裕があれば、ひたすら軍を起こす。幸いね、人的リソースには余裕がある状態は継続しているので、この状態をうまく利用していきたいところですよね。かつてない規模での遠征となると。これで5万の軍を朝鮮に送ることになるので、この状態でちょっと一度、なんか変なことをしてしまった気がしますが、先生、うわ、民が敵国になってるよ。これやられるともう無理だからな。まあ、軍は一旦このままとめおきましょう。で、民に対しては、金を送り込みたいので、金を貯めます。再び。いつでも民に、我々の、牙を向けられるように、一応、数は用意しておきましょう。織田フサヒトさん、織田フサヒトさんはちょっと知らない人だな。織田フサヒトさんをちょっと、この後抱き込んでいきたいので。で、紀伊半島は毛利によって治められているという話だな。属国化、長宗我部に関してはもう属国化できるのであればしたいぐらいなんですけどね。アイヌとの停戦が切れたか。アイヌとの停戦切れになったものの、アイヌに軍を送り込む余裕がないのか残念だな。まあ、ただ、ここは、まあ、あんまりね、その、手ぬるい対応をしていてもしょうがないので、新たに軍を起こしてでも、アイヌの討伐を完了しましょう。せっかく停戦が解けてるんで。関門海峡に艦隊を送っておきます。で、婚姻が終わったらさらにまた婚姻する。これも繰り返しだな。で、アイヌと先端を開いた場合の影響は特にないね。で、アイヌの最大勢力変、言うほどないから、よし、アイヌに対して、もうサクッと宣戦布告して、これを終わらせましょう。で、安藤さんが、よからぬことをするのであれば、その安藤さんもね、討伐の対象になるので。ただ、大本命は民だからな。その民を撃つためには、まずは、朝鮮。お金を、ね、やっぱり貢ぐしかないので、我々としては。3.37、ちょっと軍事力を上げすぎてるんだろうね。兵を集めすぎちゃってる分、ま、ある意味困ったことになっているという状況かな。まあ、これでただ北海道全域をね、確保できれば大きいが、北海道といえばね、そういえばあの、前にもカロお話してる、そのニューオキニ
にまだなりきてないんですけど、ニューお気に予定の女の子が北海道に遊びに行きたいって言ってるんですよね。まあ、僕はですね、父親と母親は、札幌に勤務していたことがあって、生まれはね、お二人とも岡山なんですけど、札幌に住んでたことがあって、僕の姉はね、札幌生まれなんですよ。で、僕が生まれる時は横浜だったので、実は僕は、札幌というか北海道は未踏の地だったりするので、いや、それだったら行ってもいいかなーとかってちょっと思ってるんですよね。2月にちょうど雪祭り札幌ってあると思うんですけど、まあ今話したように行ったことがないので、そもそも北海道に。一度ぐらいね、ちょっと行っておきたいなーと思ってて、まあ航空、飛行機代とね、ホテル代ぐらいを出してあげて、まあ1週間ぐらい、まあ2月に休みが取れればなんですけど、その北海道でね、大好きな可愛い女の子と、まったり、過ごしたいなぁと思ってるんですけどね。航空券はね、まあ、LCC に我慢して乗ってもらえば、まあ、2、3万。ホテルもね、ちょっと実はチラッと見たら、やっぱりその、雪祭りの期間はそれなりに高いですね。まあ、ただ、それでも1泊1万ぐらいではあるので、まあ、1週間としてもね、まあ、7、8万だと思うんで、10万円強。まあ、現地で遊ぶお金含めて15万あれば、女の子を呼んでね、寒い、札幌を、暖かく過ごせるんじゃないかなと思ってるんですけど、まずはちょっとそのあたり確認かな。本当に来る意思があるのか。統治力がだいぶ上がってきてるな。いや、この統治力は本当にありがたいわ。これでテクニカルアップデートがね、できるようになってきますんで、まあ本当は軍事力が今一番欲しいんですけど、さっき見てもらったように、朝鮮軍相手に話にならないほどの大敗を受けているので、これはさ、どういう状況になってるの今。ちょっともはやよくわからない状況になってるけど。安藤さんが何全部持ってった感じ？確認する。ここだけか。取れたのはここだけか。金もむしり取れるだけむしり取るけど。15が限界。これ安藤さんだな、次は。次の標的は、実に安藤さんということになるね。もう北海道は安藤さんが全部ね、持ってっちゃったからね。で、畠山は、まあ、宣戦布告すると、海鮮銃ないから持ってかれるよな。しょうがないよね。まあ、ただ、反乱が本当に起きなくなったね。安定度が上がったことによって、本当に皆さんのアドバイスをもっと早くね、ちゃんと真摯に耳を傾けておくべきだったなっていうふうには、心の底から思う。で、ミントの外交は、同盟関係結びたいんだけどな。なんとかね、こちらに、好意的な感情を持ってもらうためには、贈り物を贈るしかないんだよね。金を送って。うわ、キリシタンとの緊張が起きてるよ。これどこ？だは。軍勢を戻さざるを得ないな。で、生産技術の向上は？うん。統治力50でインフレ。統治力10。統治力10で我慢だな。今はむしろ、艦隊を急いで戻して、反乱に備えましょう。特
きりないからな。久しぶりの反乱とはいえ。収穫集荷はしちゃいます。早速ね。急いで艦隊を戻して、朝鮮に渡っている、まあ、軍のうち、まあ、正直朝鮮とのね、その、まあ、海戦というか、その時期は、だいぶ後になるんじゃないのかな、という気がするので、まずは、ここで、どこだって実際には。文語か。文語で、マックス17。17000の国ですね。マックス17000が文語で奮起してくるので、これをなんとか迎え撃たなきゃいけないですね。じゃあ、文語に兵を進めるにあたっては、筑前に兵を送っておきましょう。で、あとなんか金の入りが悪いので、と思ったらやっぱり、そうだよね。要塞を無力化しておきます。間に合ってくれよ。艦隊が。間に合ってくれるのが、絶対条件だからな。明とのガチンコの戦いにね、まあ備えて、行かなきゃいけないので、まあ、人的リソースはね、むちゃくちゃ余裕が出てきたけど、金の余裕がちょっと逆にない、部分があるので、どうしようかな。陸軍の維持費も、一旦この戦いが終わったら下げますか。いや、大した数じゃないな。11000の軍勢を戻せただけかな。そうだね。まあ、ただこの軍勢がいれば十分対処はできるでしょう。早速、送り込みます。いや、まさか国内の反乱軍には負けないでしょ。さすがに。なんかちょっと危ない感じではあるけど。いや、これが技術の遅れか。痛感するな。海運アイディア。いやー、でも今外交力使いたくないからやっぱりステイだな。どちらかというと、技術だよね。街6式マスケット銃が欲しいよ、本当に。797必要に対してまだ381。半分だもんね。いや、信康のさ、軍事スキルが低すぎてプラス、ゼロっていうのがちょっとかなりマイナスだよな。ゼロだけど実質マイナスだからね。島津に対しての、まあ、国内にせっかく兵力がいるので、開戦しても問題ないところがあるのであれば、開戦しておきたいけどな。まあ、さすがにね、同盟中の競争壁は、戦争にはできないし。キーだよね、あとキー。ここも邪魔くさいんだよな。で、畠山。で、最後が、安藤さん。安藤さんとは同盟結んじゃうっていうのも一つの手だよな。もう、こんだけね、離れているし、害もないしってなると、同盟を提案して、もう北海道は安藤さんに一任しましょう。それよりも今は
朝鮮よ。朝鮮。民が参戦してくる事態は避けたいので、民の参戦をいかにして、まあ、避けていくのかということですよね。お、畠山内部の悪党どもが、我々に対して戦線を布告しする準備をしているのか。ちなみになぜかわからないんですけど、こちらから挑発行為を行うと、クラッシュしてゲームが落ちてしまうので、挑発ができないんですよね。理由はわからないです。で、今関係改善やってるけどさ、今だとプラマイゼロなわけでしょ？実質。これをなんとかプラスに持っていく手段がないかな。75の金を送って関係が1。60ヶ月間にわたり関係が1で合ってるかな。ちょっとここは英文で読みたいな。60ヶ月間かけて関係が1改善されるんだったら、金75を払う価値は全くないと思うんですね。逆に、60ヶ月間の間関係が1、毎月60プラスになる、毎月1ずつ合計60改善されるんだったらやる価値があると思うんで、ちょっとこれは、そこの検証を兼ねてやりましょう。統治力が順調に上がってるな。となれば統治力をばらまいていく。統治力はね、一番最後でいいので、今のところテクニカルアップデート的には。技術を見たときに一番欲しいのがここよ。マッチ6式マスケット銃参戦要請。ちょっと待って、誰よ。ここは参戦するかいいじゃあ。一応、対決区に見ると、まあ、ここで勢力を広げる一大チャンスではあるからな。軍を送り込んでおきます。というところで、じゃあちょっとね、ご覧のように逆に皆さん退屈されてしまう展開になりつつあるぐらい安定的に国を統治運用できているので、ちょっと場合によってまた時間をね、早送りしたりとか、そういうことをしたり、また僕のくだらない旅の話をさせていただいたりとすると思うんですけども、皆さんの方でね、お気づきの点があれば、どしどし、いいコメント、あとはツイッターの方まで、おっしゃっていただければ、積極的にね、参考させていただきたいと思いますので、皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。